こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ、放送を通じて呼びかけを行っています。こちらは潮風です。それでは日本語のニュースと解説、日本海に架ける橋をお送りします。潮風は4月1日から2つの周波数で同時に放送を行っています。これは北朝鮮当局が行っている妨害電波を打ち破るためのものです。2つの周波数で同時に放送すれば妨害電波をかけるのが極めて困難になり、潮風が常に聞けるようになります。どれかの周波数に妨害電波がかかっていても、他の4つの周波数のどれかでお聞きになることができます。今後も潮風をお聞きください。こちらは潮風です。はじめに北朝鮮の各地で反体制メッセージの入った SD カードが拡散したというお話です。5月中旬頃、平壌、ワンサン、チョンジン、シニジュで金正恩の独裁打倒メッセージを込めた SD カードが拡散しました。これはドヒュン拉致脱北人権連帯代表が入手したものです。これについて韓国の月刊誌月刊朝鮮のウェブサイトでは次のような記事が流れています。7月12日に流れた記事です。韓国国家情報院が北朝鮮のクーデターの兆しを一色する中で、北朝鮮で反体制活動を展開するいわゆる革命組織の動きが明らかになり注目されている。月刊朝鮮は3年前の2018年6月号に北朝鮮内部に北朝鮮版 10.26、 これはパク・チョンヒ大統領暗殺のことです。北朝鮮版 10.26 を計画した北内部革命組織が存在すると報道した。当時パク・クネ大統領官邸と国家情報院革新関係者並びに該当文献を根拠に報道した。月刊朝鮮の報道は国家情報院長らが、裁判過程で事実であるということを明らかにした。当時革命組織は金正恩暗殺作戦が中間で、中止になるために瓦解したが、また別の革命組織が活動を始めたものである。月刊朝鮮はドヒウン拉致脱北人権連帯代表から最近北朝鮮内で活動する反体制組織が北朝鮮に配布した SD カードを入手した。このカードは去る5月中旬頃、平壌一帯とワンサン、チョンジン、シニジュなど北朝鮮内の主要都市で配布されたものと明らかになっている。 SD カードには金正恩を追い出して人間らしく生きていくことができる新しい社会を打ち立てようというメッセージを込めた映像、国内人気映画であるベルリン、北朝鮮のチョンドファン暗殺未遂、17人が殉職したアウンサン廟テロ事件の映像などが込められていた。
かく見ると金正恩を追い出そうという内容の映像には北朝鮮の歌キダリョタオが流れる。幸福のその日が来れば足し合おうというのがの歌の内容である。この歌に合わせて字幕メッセージが流れるが、内容は次のようなものである。我々はなぜこのように暮らさなければならないのか、何のために肉体も自分のものにすることができないのか、国は独裁の強靭の天国ではありません。はじめには恐ろしいですが、勇気を出して声を上げましょう。私が共に頑張ります。全人民が一緒になるでしょう。独裁打倒、民主朝鮮万歳。2013年に、風紀だで興行が成功した映画ベルリンは北朝鮮の工作員の話を取り扱った作品である。映画はベルリン大使館を背景にして北朝鮮の権力暗闘に振り回され捨てられた組織員とそれを追跡する南北の情報員たちの話を描いたものだ。 SD カードにこのような映像を込めて北朝鮮全域に伝達する方法は過去革命組織と同じようなものである。当時革命組織はパク・クネ政権が作った北朝鮮の核ミサイル関係者を破格の待遇でお迎えしますという題目の動画を北朝鮮で配布した。金正恩もいわゆる革命組織がこのような映像を撒いていることを知ったようである。北朝鮮が最近若い層を中心として広がっている韓国式の話し方や服装を集中的に取り締まるのもこの一環だという分析である。去る8月国会情報委員会監査員である幹事であるキム・ビョンギ共に民主党委員とハテギョン国民の力議員は昨年末韓国の言葉を使用すれば懲役刑に処するという法律を制定した後、韓国式文化取り締まりが一層厳格になっているとこのように明らかにした。具体的に旦那をオッパと呼べばいけない、予母と言わなければならない。北朝鮮でもいわゆる男の兄弟をオッパまたはオラボニと呼ぶことはあるが、夫に使用することは韓国式の言い方であるためだ。またナムチン、これは男の友達はナムドムに、チョッパリンダの代わりにチャンピラダという単語を使うようにしている。韓国式の服装と道での法要なども取り締まりの対象である。北朝鮮はこのような青年層の逸脱行為を革命の仇として根絶しようという趣旨のキャンペーン映像も作った。北朝鮮の青年層を中心として韓国式の言い回しやファッション、行動様式が流行すると北朝鮮では社会主義守護線を掲げて一層厳格に韓国式文化を取り締まっている。昨年12月制定された反動思想文化排撃法は韓国の映像を流すものを死刑に処し、
主張した者は最大懲役15年に処すという内容が含まれたものと伝えられた。映像物のみならず図書、歌、写真も処罰の対象であり、南朝鮮の言葉や歌い方を使えば2年の労働強化刑に処するという条項も新設されたものと把握された。金正恩も去る4月細胞秘書大会閉会時で青年たちの服装と頭の刈り方、話し方、人々との関係についても常に強要し統制しなければならないと言った。以上がこの月刊朝鮮のサイトの記事です。この放送を北朝鮮でお聞きの皆さんもこれを言われれば十分お分かりだと思います。しかしそれほどに韓国の文化が南に浸透しているということではないでしょうか。そしてここについてドヒユン代表は、今回こういうような SD カードが流れた理由の一つには、韓国の中で北朝鮮への風船でのビラを飛ばすこと、あるいは USB などを送ることを法律で禁じたために、逆に北朝鮮の中でそれを作ろうという動きが進んだということでありました。これらのことは朝鮮語放送の富士山アルゴイッタの方で、ドヒュン代表にインタビューしておりますので、そちらもぜひお聞きください。このような情報をさらに続けてお伝えしてまいります。で金正恩独裁打倒メッセージの込められた SD カードが配布されたというニュースでした。で、実はもう一つ本当は続けたいニュースがありました。これも月刊朝鮮のサイトで、やはりドヒユン拉致脱北人権連帯代表が入手した映像なのですが、これ朝鮮中央通信社コンピューター公演宣伝所で制作した19分40秒の映像で、要は韓国、北朝鮮の中で、ウェディングビデオと言ってもお分かりかどうか分かりませんが、要は結婚式の時などにですね、上映するためのイメージ映像を、作った人間は厳格に処罰するという、そういう内容のお話です。で、こういうものが流れているということなんですが、これは実はお分かりと思いますが、地方で、この放送を聞いておられる一般の方々には全く関係のない世界ですね、平壌の中で特別な特権層だけができることです。その特権層のために行った教養資料ということですから、つまりいかに韓国の文化が北朝鮮のもう中枢まで浸透しているかということの証拠だろうと思います。でもこれはおそらく誰も止めることはできません。もちろん金正恩も金与正もチョ・ヨンウォンもみんな韓流ドラマを見ていると思いますので、そういう中で止めようと思っても絶対に止まらないということであります。であればこれは大きな変化に必ずつながってまいります。我々このチャンスを逃さないようにしてまいりますので、引き続き我々の潮風をぜひお聞きください。続いて救出への道のコーナーです。こちらは北朝鮮による拉致被害者増本留美子の弟増本照明です。留美ね、元気ですか？拉致被害者の皆さん、お元気でお暮らしでしょうか？今週早々に梅雨明けが宣言され、途端に猛暑がやってきました。東京はほぼ30度超えの毎日が続いています。そちらはどう
お過ごしですかね。今日は、産経新聞7月16日金曜日の記事をお知らせします。中朝貿易冷え込み国境あえぐという題です。中国の担当省担当のルポとして書かれている例年省担当ですね、遼寧省か。中国と北朝鮮の貿易の冷え込み長期化している。北朝鮮側の新型コロナウイルスの貿易措置によるもので、中朝貿易の7割以上を担う中国遼寧省担当市では関係者が苦境にあえぐ。経済逼迫に直面する北朝鮮が陸路による交易再開に踏み切るという観測も浮上しているが、仮に再開しても本格回復には時間がかかるという悲観的な見方が広がっている。丹東に20年以上いるが今年は最悪だ。今月で店を閉めることを決めた。11日丹東で北朝鮮向けビジネスを手掛ける男性経営者が愚痴った。市内の税関施設は人の気配がなく、その周辺にはシャッターを閉めた店舗が多かった。北朝鮮観光を目当てに丹東を訪れていた中国人客も減り、地元のタクシー運転手は北朝鮮との物流はわずかに動いているが、人の往来は一切ないようだ。自分の稼ぎも良くないとぼやいた。中国でのコロナ流行を受けて北朝鮮は昨年1月から国境を封鎖。その後中朝貿易は大きく落ち込み、丹東の様子も様変わりした。1日に延べ数百台の大型トラックや列車が日用品や肥料などの物資を運んでいたという中朝友誼橋もほぼ往来がストップ。今月10日から3日間で橋を渡るトラックや列車は確認できなかった。北は人的往来警戒。特に北朝鮮側は人的往来に神経を尖らせているとみられる。中国のメディア関係者によると、北朝鮮のリュウナムか、中国大使が3月に北京に着任したが、前任の市在留氏は帰国できないままだという。今月11日には中朝友好協力相互援助条約締結60年を迎えたが、北朝鮮から特使の派遣もなかった。丹東の飲食店で働く平壌出身の女性はもう2年も北朝鮮に帰っていない。交通が再開したら家に戻りたいと寂しそうに話した。23歳の女性ですね。一方、丹東の中朝貿易関係者によると、鉄道を使った陸路での輸送が早ければ、今月下旬にも再開するという情報が出回っている。また、丹東と北朝鮮を結ぶ新興旅行大橋の開通準備も進む。今年3月に遼寧省政府が開通に必要な安全検査の入札を公告、入札資料には間もなく運用を始めると記されていた。しかしこうした情報に対し、北朝鮮人を雇って丹東で工場を経営する男性は、3月や5月にも中朝貿易が再開するという噂があった。毎回がっかりさせられているので期待はしていないと話す。次に大量廃棄か。中朝貿易の冷え込みを受けて、丹東で1年以上も野ざらしになっていた鉄道コンテナの積み荷が最近になって大量に廃棄されたという情報もあるという。再開の目処が立たない中で保管費用ばかりがかさむためで、丹東の北朝鮮関係者は、遼寧省丹東北朝鮮側はいずれも貿易再開や橋の開通を望んでいるが、
中国政府が米国の様子を伺って慎重になっているようだ。北朝鮮も自力構成を打ち出して軽工業などの自前化を進めている。今後貿易が再開しても元の水準にはなかなか戻らないだろうと指摘している。こんな状況の中で皆さん、物が入らなかったり食料が入らなかったりしているかもしれません。医療についてもワクチンが届かないでコロナで倒れる人が大勢出ている可能性もあります。常に私たちは心配しています。皆さんがどのようにお暮らしなのか、今日はこういう関東の状況を皆さんにも知っておいていただかなければならないし、そのような中でどうやって生き抜いていくのかを自身で考えてください。中国政府、いや北朝鮮政府はもう当てになる存在ではありません。己の保身のみ、自分たちの命のみを守ろうとする人たちでいっぱいです。皆さんも皆さん自身で自分の命を守ることを考えてください。我々は本当にいつまでも待っています。北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、増本照明がお送りいたしました。日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者横田めぐみさんへのメッセージをお届けします。横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんからのメッセージをお送りします。このメッセージは2020年10月に東京で行われた国民大集会において収録したものです。有本さんのお母様、あよこ様、続いてしげると本当に残っていてほしい、この人たちを残ってもらって子どもたちに会ってもらいたいと本当に祈る気持ちで毎日過ごしておりましたけれども、それは私たちの思いをはるかに超えたところにあったものなんだなということを考えさせられております。本当にこの問題は考えられないほど残酷なことであります。大切に育ててきて皆様方と同じように子どもたちを立派に育てるまで、一人前に育てるまでは頑張ろうと一生懸命に歩んできた中で、本当に朗らかに優しく元気で育って、お友達もたくさんできて本当にまあ良かったかなって親も思っていた矢先もこのような第三次でありました。どうか生理を司っている皆様方は本当にご自分のどのお子様か分からなくても、この子がもしこうなった時に自分はどうするだろうと、あと3人いるから、あと2人いるからいいやってお思いになるんでしょうか。お父様やお母様が、お姉様が連れていかれたら、こんな運命だったからしょうがないんだねってすぐに諦められるんでしょうか。どうかこの日本国の大変な問題ですから、日本中がよく帰ってきたねって、よかったって、よくやってくださいましたって、みんなが本当に大声を上げて大喜びのその瞬間を私たちは本当に心から願って待っていますから、どうかよろしくお願いいたします。皆様もよろしく応援をお願いいたします。ありがとうございました。こちらは潮風です。この放送を船の上で聞いている皆さん、日本に船でやってくる場合、皆さんは当然危険を冒して日本を目指されるものと思います。無事願いが叶うようお祈りしております。皆さんが無事に日本で保護されるために、日本の近くに来たら次のことを守ってください。まず武器、麻薬などを持っていれば犯罪者として扱われます。皆さんの身辺が危険になります。北朝鮮を脱出するとき必要であったとしても、日本に着く前にすべて海に捨ててください。
皆さんから攻撃されない限り、日本の警察も海上保安庁も軍も皆さんを攻撃することはありません。警察官、海上保安官など上陸した場所にいる人の指示に必ず従ってください。日本では犯罪を犯さない限り皆さんは保護されます。また拉致被害者など日本に関係のある人が乗っている場合はそれを伝えてください。拉致被害者についての情報をお持ちの方はそれを伝えてください。これは一度だけではなく、警察にも海上保安庁にも、あるいは近くに一般の人たちがいればそれらの方々にも繰り返し伝えてください。拉致被害者が乗っていれば、あるいは拉致被害者に関する情報があれば、日本政府は皆さんに対してそれにふさわしい待遇をします。潮風では船で日本を目指す方々のためにも逐次情報を提供します。ぜひ今後も潮風をお聞きください。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ、放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受けお送りしています。潮風の放送内容は拉致被害者、拉致の可能性のある失踪者のお名前やデータの読み上げ、ご家族からのお手紙の代読、ご家族からの直接のメッセージ、朝鮮語、英語、中国語による失踪者、拉致被害者のお名前の読み上げと日本語、朝鮮語、英語によるニュースや解説です。拉致被害者の皆さんにはこれまで放置してきたことをお詫び申し上げます。必ず助け出します。それ以外の方々も自由に日本に戻ることができるように努力しています。もう少しの間頑張ってください。もし皆さんの情報を第三国経由で日本に送れる可能性がある場合は、東京中央郵便局支所箱1022号、潮風宛てでお送りください。ただし言うまでもないことですが、身辺の安全には十分にご注意願います。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ、放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受けお送りしています。こちらは潮風です。また明日この時間にお会いしましょう。お体をお大事に。 JSR、 こちらは潮風です。